アメリカ合衆国ウィスコンシン州、ミルウォーキーミルウォーキーは、アメリカ合衆国のウィスコンシン州にある都市、同州最大の都市である。ミルウォーキーは、機械、印刷、食品、醸造などの工業が盛んである。有名な企業としては、大型二輪車の大手メーカーであるハーレーダビッドソンの本社がある。シカゴに近いが、独自の都市圏を形成している。アメリカの中でも、 ウィスコンシン州は、ミルウォーキーを含めてカトリック派のゲルマン系、ドイツ系住民が最も多い。ウィスコンシン州は、小麦の主産地であり、世界規模の小麦の集産地、赤出港として有名である。また、日本の札幌、ドイツのミュンヘンと並び、世界三大ビール生産地としても有名で、かつて日本の札幌ビールは、 ビール作りの盛んな北緯43度線付近の都市として、ミュンヘン、札幌、ミルウォーキーというキャッチコピーを使用していた。ミルウォーキーは日本ではアニメ、アライグマラスカルの舞台の一つとしても知られている。ミルウォーキーの名はアルゴンキン語族インディアンの言葉で、良いところ、土地を意味する。古くからインディアン部族の交易の場として街が発達していたが、 フランス人のジュノーが、毛皮取引のために都市を創設し、18世紀当時には、全米最大の都市であった。特に、プロイセン王国及びオーストリア帝国の失勢続きのため、生活が苦しくなった、ドイツの人々が、1840年に職を求めて、大量に移民したことにより、ドイツ人の伝統職業である、ビール工場が発展した。今日でもミラーをはじめ、 世界的に知られるビール醸造の街として知られる。郊外では落農を営み、チーズを製造する個人経営者も存在する。ミルウォーキーは、シカゴからほぼ真北に150キロメートルのミシガン湖の西岸の五大湖工業地帯の西端に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積251.0平方キロメートルである。 このうち248.8平方キロメートルが、陸地で2.2平方キロメートルが、水地域である。総面積の0.88%が、水地域となっている。欠片の気候区分では、寒帯出順気候に属する。冬季は11月から4月上旬頃までと長く、最低気温は低く、摂氏20度以下になる日もある。 夏季は6月中旬頃から8月までと短く、年によっては最高気温摂氏30度以上の日が続くこともあるものの、全体的には爽やかで涼しい。連邦ビル2000年現在の国勢調査で、ミルウォーキーの人口は59万6974人、23万2188世帯、及び13万5133家族が暮らしている。 人口密度は2399.5平方キロメートルである。1001.7平方キロメートルの平均的な密度に249,225件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人49.98%、アフリカン・アメリカン37.34%、インディアン0.87%、アジア2.94%、 太平洋諸島系0.05%、その他の人種6.10%及び今月、根結2.71%である。人口の12.00%はヒスパニック、または、ラテン系である。ミルウォーキー市内の住民は28.6%が18歳未満の、未成年、18歳、以上24歳以下が12.2%、25歳。 以上44歳以下が30.2%、45歳以上64歳以下が18.1%及び65歳以上が10.9%にわたっている。中央値年齢は31歳である。女性100人ごとに対して男性は91.6人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は87.2人である。 ミルウォーキーの世帯ごとの平均的な収入は32,216ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は37,879ベードルである。男性は32,244ベードルに対して、女性は26,013ベードルの平均的な収入がある。この年の一人あたりの収入は16,181ベードルである。 人口の21.3%及び、家族の17.4%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の31.6%及び65歳以上の11.0%は貧困線以下の生活を送っている。ミルウォーキーは多数のプロフェッショナルスポーツチームを含めた本拠地でもある。また、同じウィスコンシン州に、 本拠地を持つ NFL チーム、グリーンベイパッカーズのファンも、かなり多く、1933年から1994年まで、純フランチャイズとして試合が行われていたこともある。ミルウォーキー美術館ミルウォーキー美術館は、屋根が72個のスチールの羽根で構成され、飛び立つ鳥のように見える斬新なデザインで知られる。この斬新なデザインは、 スペイン人建築家サンティアゴからトラバによって設計された。またオーケストラ、オペラなど文化活動が盛んである。郊外にジェネラル・ミッチェル国際空港を要するが日本からの直行便はない。成田国際空港などからシカゴ・オヘア国際空港、デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港、ミネアポリス・セント・ポール国際空港などの各国際空港で乗り継ぎとなる。 ミルウォーキー駅、アムトラックのミルウォーキー駅は、ウエストセントポールアベニュー433にある。ミルウォーキー駅は、シカゴユニオニ駅とミルウォーキー間を結ぶ、中高短距離列車ハイアワササービスの北の起点であり、1日、7往復発着するほか、シカゴとシアトルオレゴン州ポートランドとを結ぶ、長距離ア行列車のエンパイアビルダー号も1日1往復停車する。 また、郊外にあるジェネラル・ミッチェル国際空港近隣のサウス6通り5601にミルウォーキー空港駅があり、同じく早朝サービスが1日7往復停車する。2018年、路面電車が開業した。ミルウォーキーは、シカゴから自動車で2時間弱の距離である。グレーハウンド、コーチ、USA などの都市間バスがある。シュート・マディソンからも、航空路線や、 都市間バスで行き来できる。ミルウォーキーはシスターシティーズ・インターナショナル・インクによって指定された8の姉妹都市を有している。ありがとうございます。